ボルタードスケールとかコンビネーションブリミッシュスケールとかいろんなスケールがある。スケールに関してはこの中でジャズとかを勉強していくと、ボルタードスケールとかコンビネーションブリミッシュスケールとかいろんなスケールがある。ちょっと見たようなスケール、コンビネーションブリミッシュスケールとかボルタードスケール、でこのスケールが分かっているとその中でとか一個飛ばしてコードを弾いたりとか、これはリディアンセブンスっていう音なんですけど、これオルタードスケールの中でコードでスケール上でパターンとして動いてるのがこんな感じで、でこれが G7 で使えるみたいな感じのを、まあ、こういう感じで演奏しながら見えてるものが、こういう感じのものを見ながら弾いてる感じですね。